extra for me because I didn't participate last Worlds, and we had some roster changes in Origin back when last Worlds was, and it made us having a really bad split overall. So I didn't expect to go to Worlds last year, but just like watching it and didn't participating just felt sort of bad. So it just meant extra to participate this time around and eventually playing against all the top teams and trying to perform. Bueno, capaz que estoy un poco de acuerdo con las palabras de Fnatic. Tal vez son un mejor equipo con mucha más preparación que en nuestra región. Pero sin embargo, los plays-in van a ser a mejor de uno. Y en un mejor de uno creo que tenemos todas las posibilidades de ganar, un 50-50. Sé que son un rival fuerte, pero podríamos hacerle pelea de todas formas.皆様こんにちは。さあ、それではワールズ2017プレインデイ3、ここからはフナティック VS カオスラテンゲーマーズの試合をお送りしたいと思います。さあ、インタビュー、ソアーズ、そしてカオスラテンゲーマーズでしたけれども、カオスラテンゲーマーズサイドとしては、まあ、潔いと言いますか、そうですね自分たちよりフナティックの方が強いのは認めるけれどもとしっかりと相手の強さをリスペクトしてるってことになりますよね。その上でたら BO1 なので勝てる可能性もあるよと。そうですね。ということは何かしらこう普段使っていないようなチャンピオンだったりを出してくるですかね。どうなんでしょう、あまりメタから外れたチャンピオンをピックしたからないチームではあるので、まあ、あくまでメタに遵守しながら自分たちが勝てるピックというのをしていく可能性の方が高いですね。ちなみに出川さん、 BO3 と BO1 その選手として何が違うんですか。負けられないというかことからのプレッシャーですね。あとはその BO1 だからこそ勝てるというのは何なんでしょう。まあ、一発勝負ってことなので、まあ、そこの一発で奇襲をかけて勝てばもうそのまま勝ちになるので、逆に BO3 だと奇襲をかけた後に対策を練られてしまうとその連続で2敗すると負けになってしまうので、そこで BO1 での、まあ、勝ちと負けに対する姿勢っていうのはやっぱ違いますね。なるほど。まあ、ただそれを受けるのはヨーロッパ EULCS からやってきたフナティックですからね。はい、はい、まあ皆さんもご存知の方の方がまあ多いのかなとは思いますけれども。そうですね、確かカツニオさんフナティックのこと好きでしたよね。そうですね去年は見られなかったフナティックはワールズで見られてるのは私非常に嬉しいですね、はい、いやー相当ウキウキしてましたからね。まあそのフナティックにはですね強い時期が3つありまして、1つ目がシーズン1優勝をもぎ取ったとそして、2つ目がフニ、レインオーバー、フェビベン、レックレス、イエローサ、この5人のチームだった2015年の時ですね。最強だった時代ですね、はい、ただそれでも勝てなかった、そしてチームがバラバラになってしまった、そして今年はもしかしたらそれを上回るんじゃないかというそういう期待を持たせてくれるチームに仕上がってのワールズ登場です。そこまでのですかさあ、その進化がこのプレインステージそしてグループステージに進めば分かると思います。さあ、それではフナティック VS カオスラテンゲーマーズのドラフトを見ていきたいと思います。さあ、ブルーサイドがフナティック、レッドサイドがカオスラテンゲーマーズです。さあ、バン、セジュアニ、コグマウ、そしてカリスターと見えています。そこまで特殊なバンはないですね、やはり。そしてフナティックといえば AD キャリーを中心に置いたドラフトを行うチームでもありますが、ただそれが問題になったのがEULCS のセミファイナルミスピッツ戦でした。あの時はレックレスのピックを隠そうとするあまり、もしくは重視するあまりにドラフトのところで負けてまさかの敗退を喫しましたが、その負けによってドラフトが改善されたなと僕はガントレットを見て思っていますから、まあ、おそらく問題ないと思いますが、シンドラジャーバン妖精からのザヤピック、いやー、やはりフナティックもザヤの評価といったところは非常に高くなっているみたいですね。さあ、それに対してカオスラテンゲーマーズグラガスが見えています。さらにはエリス、おエリス行きますか。いやー確かに序盤から崩していくジャングラーを得意としているので、エリスのピックというのはティアウルフ選手の一つの、まあ、ピックの幅のですね、得意チャンピオンですよね。そうですね。そしてここでシェン、
かなり早い段階で出しましたね。そうなるとフナディックが AD キャリーをメインに主軸に置いていることから考えてプロテクト AD キャリーに構成してくる。ならばこのタイミングで支援を取ってくる可能性もあるだろうということからの、まあ、取り上げるピックにもなりますね。さあそれに対してフナディックの回答、素早いレクサイ、そしてラカンです。そして見えているのはトリスターラ。ただし支援を取り上げたとしてもですね、これは言わせてもらいましょう、フナティックはすでにレックレスだけのチームではありません。そうですね、はい、成長を続けているレックレスが主軸になっているのは間違いないですが、そこに偏りすぎるのはリフトライバルの負け、そしてミスフィット戦での負けによってかなり改善されたと僕は思っていますから、これだけで封じることは難しいですよ。さあそしてバンフェイズ2、オレリオンソル。オレリオンソルの番ですか。ちょっと特殊ですね。バンからもメタからあまり外さないようなバンをしていたので、これはキャップス選手の警戒ですよね。まあ、これはキャップスのポケットピックのうちの一つですね。オレリオンソル、アジール、もしくはミッドケインなんかもやったりするのが、このトルコからやってきた若きミッドレーナー、17歳のプレイヤーです。そしてフナティックのバンはタリア。それに対してカオスラ天元技はルブランと返します。かなりキャップス選手に寄せた番になりましたね。ここをレックレス選手を、警戒するのではなく、しっかりとキャップス選手を、フォーカスをかけて番枠を使って潰していく。まあ、すでにレックレス選手を意識しているだけではなく、キャップス選手のキャリーというところもしっかりと警戒できていますね。まあ、キャップスという選手を考えたときには正当な評価だと言えると思いますね。そうですね。若いプレイヤーではありますが、その爆発力をもってしてチームをキャリーできる、そういったプレイヤーです。さあそしてフナティックのラスト番はオリアナ。それに対してカオスラテンゲーマーズはまずはアリスターを返します。ラカンのカウンターピックとしてですね、なのでここでキャップス、ミッドレーナーとトップレーナーのピックが見えますが、ガリオ、そしてライズ。トップレーンはあくまでプロテクトができるチャンピオン、ミッドレーナーは、まあハードキャリー、レートゲームキャリーのライズをチョイスしてピックしていきましたね。さあそしてラストピックです。見えていないのはミッドレーナーでしょう。ここでライズに対してのカウンターとしてカシオペアですよね。ここでカウンターを当てられたと。そうですね、ここではカウンターをしっかりとミッドレーナーに対してのカウンター当てることはできましたが、今回のナーフの影響で対ライズがどうなっているかですね。逆にライズはバフされたわけですよね。おっと、互いにアビサルマスクのビルドをした場合において、このマッチアップがどうなるかというのはちょっと予想がつきませんね。さあその上で構成どうでしょう。カオスラテンゲーマーズとしては、エリスの序盤のガンクからシェンを使って敵のジャングルに入っていってキャッチアップをしていく、もしくはリスタニア、終身誤報をつけてのイニシエートというのも十分にあります。それに対してフナティックは、まあ、レクサイで視界を確保しながら、まあ、ライズそしてザヤアラカンのコンビを、ライズの成長を促しつつザヤアラカンのコンビでボットレーナーをドミネートしていくという形になりますね。加えて言うとレクサイといえばこのガンクのセットアップ少数戦非常に得意としてますよね。そうなんですよね。なので、まあ、ガリオというチャンピオンの組み合わせにガリオというチャンピオンと組み合わせた場合においてもジャングル内のファイト非常に強力ですね。そういった面では全てのレーンにフナティックはセットアップができる CC 持ってますね。こうなるとまずどこを主軸にするか、まあ、AD キャリーとミッドレーナーであることは間違いないのですが、パワースパイクから考えてもまずはボットレーンから作り上げてもいいと思いますね。そしてそれに対するカオスラテンゲーマーズもエリスを使っていることからもレーンのセットアップはかなり高い確率でできる、そういうチャンピオンが揃ってますね。自分たちの動きをまずするために、ジャングラーにキルを入れる、まあ、つまりエリスでガンクを決めなければならないので、ここを、まあ、エリスというチャンピオンをピックしたことによって序盤の動き確かに非常に重要になりますが、そこを成功させることができればフナティックに一矢報ること、一矢報るというのも勝つことができますね。さあお互いのジャングラーの働き重要になってきます。さあファンの大きな声援も聞こえますが、このフナティック VS カオスラテンゲーマーズの試合スタートです。地元チームの WE ですらここまでの歓声聞いたことがない気がするんですけど。アリスターのカンカンカンは、
ワールズでも行われるようですね。歓声が上がりますよね。ザ・レックレスト、スロー。お互いにチームロゴを出しながら楽しそうですね。さあそんな間にも他のメンバーはしっかり仕事をしていますよ。さあブロックスはこの位置、レックレスもスロー選手もどちらも真顔なのがもっと面白いですね。そうですね。さあジャングルのスタート位置、お互いにブルーバフからのスタートになりました。これはどちらのレーンに集中するかという動きになりますよね。ボットレーンからKLGとしてボットレーンから始めたのであればトップレーン、まあ、チェーンであるならばタウント CC 持っているので CC チェーンからキル取るということは十分に可能です。それじゃあシフナティックはトップレーンから始めることによってボットレーン、やはりボットレーンを中心に考えていますね。今の2人で物資に入る動き、あれも意味があるんですよね。そうですね、まずミニオンを引いてから引くことによって敵のプッシュウェーブにすることが、プッシュウェーブというよりもミニオンを一体消すことができる、それが結構重要なんですよね。レベル1ダブル先行からジェイス仕掛けました。ここはフィックスうまくかわしました。逆にダメージのトレードで勝っています。いやーレックレス選手のドランブレードスタートは非常に強気ですね。さあプルスタートからティアウルフ、まずはボットレーンのビクトスカトルのコントロールをかなり重要視して行いました。レベル3にはなっていません、経験値ルーンではありませんが、そのままいきますか。さあボットレーンに襲いかかるのはカオスラテンゲーマーズ。いやー W 級ジェイスかわしている、とんでもない反応速度、それに対して仕返しだ、仕返しだ、イグナイトマーキルテレポート、いやキャンセル、キルが取れると確信していたファーストブラッドはレックレス、素晴らしい判断ですね。まずそしてミッドレーンガンクのセットアップはイージーだ。キャプストブラクサーのこの2人でブルゴを打ち取って、この時間で2キル獲得はフナティック。いやまずジェイシス選手がアリスタの急フラッシュを避けれたというのが大きいですよね。その後の返しも非常に丁寧でしたし、まずここでレックレス選手にブルーバフが入ったというのも大きいし、ミッドレーナーキャプテス選手にアシストが入ったことによってでも涙を積む 速度が速くなるので、ここもスノーボールの形としては非常に楽になりますよね。さあもう一度見ていきましょう。ここですよね。ここレベル3であるならば CC があってなんとかなるかもしれませんでしたが、いや素晴らしい判断ですね。フラッシュインでしっかりとキルを取り切っていく。さあジェイスズ、たくさんのチームを経験しているベテランのプレイヤーでもあります。もともとはミッドレーナーだったこともあります。その時は SK ゲーミングでしたが、まあ、クラウド9にいる今いるジェンセンですね、彼が無期限の停止処罰を食らっているときに、まあ、SK ゲームで働いていてジェイスに教えたこともあると、そういう関連性もあったりするプレイヤーです。おー、まあ、その時ですでにジェイスは上手かったので 1v1 のマッチアップをいくつか教えただけだよと彼は言ってましたよね。謙虚なのか本当なのかちょっとわからないですね。さあそしてキャプスレベル5ですが動いているぞ。さあボットレーン仕掛けている、ジェイス狙いはフィックス、フラッシュはある、フラッシュはある、スローもここを一度スキルを使って、このブリンク距離ですよね。松井荒監得意ですね。さあ今スクライアブルームによってキャップスが相手のブルーバックサイドのジャングルの視界を取りました。そこにティアウルフが映っていないという情報もこれで得ています。もう仕掛けたタイミングで毎回丁寧にしっかりとザヤに対してノックバックが使えているのは大きいですね。ここでもし少しでもノックバックが遅れてしまったら HP 削られてしまうので、さあ WQ2 人を打ち上げました。ジェイシズは一度助けに入る動きです。フィックスがそれによってダメージが出せませんでした。素晴らしい連携、いや弾一発引かせることができたのでちょっと有利になるのかなと思ったんですけど、まだポーションを使用していなかったんですね、レクレス選手。ジャングルの中でブロクサーとティアウルフの開口、さあ先に寄れるのはどっちだ。スローが寄る動きを見せていますが、そこに出してジェイスもプレッシャーをかけていました。さあ囲い込まれたブロクサー、さあフラッシュアウト、キャップスとなんとか合流した、いやむしろやりに行く、取り切るのか、おお、なんということだ、相打ちだ。あの状況から
いや、むしろ仕掛けていくのかなと思ったら本当に仕掛け、なおかつキルまでしっかりと取っていくとはちょっと予想外ですね。ただしブロックサー、こういったアグレッシブな動きから逆に相手にアドバンテージを与えてしまうシーンもありますから危ないシーンでした。ここからの動きとしてはボットレーンすでに有利を取れているという状況もあるので、ここのボットレーンの視界の確保、まずは先ほどしていたのでボットレーンの視界の確保を行ってから、そうですね、ミッドレーンのキャップ選手とともにアルティメットでのガンクといったところを行っていきたいですね。それに対してティアウルフ、今のところエリスらしい動きができていません。ボットレーンをくじかれてからレベル3、レベル4がかなり重要なチャンピオンですから、ね、あのタイミングでブルーバフがなくなったのか、1キル取られてしまったのはかなりの痛手になってますね。もう一度ボットレーンサイドに入りに行きますか。これはブルーバフの管理、そしてエリスのジャングルルートの確認といった形になりますね。ここブルーバフが湧いたのでできれば取りに行きたいですが、リスクありますか。ボットレーンは押し込んでいます。さあブロックさんの動き見えていくぞ。ボットレーンがすぐさま反応している。フィックスとスローが反応しています。ワードがなくなったのも確認できたので、それを見てすぐさま下がりました。いい判断ですね。いやまだ続けるもう一度だったらティアウルフも寄ってきています。スマイトのクールダウンはもう少しで上がるでしょうか。レベル5とレベル4ですかね。スマイト勝負はブロックサー選手の方が有利ですね。さあキャップスの圧力によって寄れません。さあブルーカのスティールから、いやこれティアルがしっかりと抑えましたが囲い込まれた。そこに対して瞬身誤報、マンタライが寄ってくる。さあ2マンノックアップ決めているのはスロー、なんとか逃げ切って、そこから1キル獲得はカオスラ電源を、そして捕まえてジェイソン捕まえています。英雄降臨によって生き残った2人が打ち上がった。そしてレックレスがダメージ出す。レベル6でありますが、マナがないか追撃したいところですが、捕まえられるか。キャップスのレンジが届かない。スワーズのタウントはここはスローが体を張るような動きからフラッシュイスルーマンタウント、そこからフラティックが攻め上がる。フラッシュアウト、オップル後なんとか生き残りましたが、いや追撃キャップ追撃、タワーダイブだぞそれでもキロ獲得するこれがフラティックの集団戦ですか。途中先にブロックスの選手を落としたことで人数差からカオスラテンゲーマーズとしては有利な状況にはなったんですが、その後のソワズ選手の動き、そしてそのソワズ選手に合わせてレックレス選手のアルティメットの CC チェーンによってもう 何もすることなく、カオスラテンゲーマーズとしてはキルを取られてしまいましたね。さあもう一度見ていきましょう。リプレイです。いやこのタイミングアルティメットウェイン使用されていたということもあって、ティアウル選手下に逃げるしかなかったんですが、ここでブロックサー選手をしっかりとキル取れた。あ、ここでジェイシー選手が逃げ切ることができた。その後ノックアップがとんでもない数が入って、キャップ選手もダメージを出し続けて、もうこのまま当たることは無理だろうと思ったんですが、このCC チェーンいやどうすることもできないですよね。フナティックというチームがワールズに出るにあたってレックレスではなくブロクサー、そしてキャップス、この2人の新人がどれだけ活躍できるかによってフナティックがどこまで進めるか決まるだろうとまで言われていたんです。新人です。相当なプレッシャー、緊張もあるんでしょうが、これだけのポテンシャルを見せますか。カウンターにカシオペアでチャンピオン、カウンターのはずなんですけどね、しっかりともうゾーンしていますよね。さあそしてボットレーンダイブのセットアップ、プレッシャーをかけてファーストタワー破壊につなげていきます。ナティックフラッシュヒールともにないことから、さあ狙っているが、そこにはブロクサーがいる。俺に夢中から反撃だ。なんとかフィックスは逃げた、逃げ延びていや、そこにボイドラッシュ、アルティメットのバスターショットで一度タワー下に引き込んだんですがダメージが足りていない。マンタライアもテレポートでやってきていましたが、ここには当然キャップスが寄ってくる。さあそしてスローを狙いに行く。ツーマンノックアップからダブルタウント、いやレックレスかわしているフェザーストームでかわしている。マンタライア追撃を行っていますが、それでもキルには届かない。デッドしていない、ノーデッドです。ラディック、そしてテレポート、ま、なかったというのもあってソワズ選手そのままトップレーンの支持を行っている。このままトップレーンのタワーが破壊できればさらにゴールドの有利なフナティック側に傾きますよね。
いや先ほどの試合は相当綺麗でしたね。もうレックレス選手すでにアルティメットを使用したのではと思ったんですが、あの局面まで残していましたね。とんでもない度胸です。いやキャップス知っていると、そこで待ち受けているのは知っているぞと、ちょっと独特のアルティメットの使い方ですよね。今のはカメラマンも読めなかったでしょうね。待ち構えて捕まるんだろうなキャップス、あれあれっていうシーンですよ。ティアウルフ選手としてもこの状況を打破するためにプルコ選手と共にトラップを仕掛ける形で待ち構えてはいたんですが、そこを読み切ったアルティメットで帰還。本来遠回りをしなきゃいけないんですが、ここでライズのアルティメット、しかもレベル低い状態のライズアルティメットをしっかりと誘惑活動したのは久しぶりですね。いや素晴らしい。そしてインファーナルドレック触っています。ブロクサーも新人フナティックアカデミー、フナティックの抱える、まあ、育成のためのチームからフナティックに上がったプレーです。そしてキャップスはトルコのダークパッセージを優勝に導いた、そういったプレイヤーでもあります。その当時は16歳、そして17歳になってフナティックにやってきた。どこか昔のレックレスと被るところもあります。彼も17歳で天才だと言われてデビューしました。そしてそんな彼が今はフナティックのリーダーとしてこの若きプレイヤーたちを支えてこのワールズの舞台に立っています。もうレックレス選手も20を超えてますか。ちょうど今年で20歳、いや21歳でしたかね。それぐらいだと思います。ワールズなどの経験も経て、ずいぶんレックレス選手自体も成長していますからね。さあゲーム時間12分13分になるその前に、すでにグローバルゴールドのところではなんと6000ゴールド差です。この13分にも差し掛かろうという段階で6000ゴールド差というのはかなり大きな差ですね。カオスラテンゲーマーズ氏も相手が格上なのは強いのは分かっている、しかしそれでも自分たちはやるんだとインタビューでも豪語していましたが、作戦は立ててはいる、行ってはいるんですよね。動きを行えてはいるんですけど、それを上回るフナティックの動き、しっかりと対策というよりも自分たちのできることをしっかりとやっている、そしてそのフナティックがそれの結果が上回った動きをできている。いやハンドスキルの高さもそうなんですが、やはり場数の差というところもありそうですね。さあリフトヘラルド獲得はフナティックです。動きが早いですね。ローテーションというのも見ていて緩い、なんて言うんでしょう、滑らかですよね。そうなんですよね。迷いがないというのもこのローテーションの時、オブジェクトに対しての迷いがないというのもフニとレインオーバーがいたあの頃のフナティックをちょっと思い出させますね。懐かしいですね。随分と前のようにも感じますが、あの時は僕はフナティックを WCS のチャンピオンにピック M で予想して、ピック M が燃え尽きましたね。懐かしい思い出です。さあギフトヘラルド獲得しました。先手を取れる準備が整っています。どこに使いますかね。この状況であるならば全てのオブジェクトがないのでボットレーンでの使用が一番濃厚だと思います。ただミッドレーンのファーストタワーが破壊されていないことを考えると、ミッドレーンのファーストタワーを破壊するためにそのためだけに使うということは十分にありますが、ただバロンに対してのプレッシャーを上げるという意味でもまずはボットレーンのタワーから破壊してもいいのかなと思いますね。さあミッドレーンプレッシャーをかけてきたのはキャップス、その近くにはブロクサーが控えています。せっからマガンキャップスかわしている、石化していない。そしてターゲットをどう絞る、ティアウルフに一度ダメージを出して2対1を敢行している。そして落ちない、かわす、フラッシュアウト完璧、オレに夢中で2人打ち上げ、相手を捕まえているのは素晴らしいジェイシス。そのままの集団戦、スロー終身後、俺なんとか守りきりましたが、仕掛けていたのはカオスラテンゲーマーズなのに、あっという間にフナティックの集団戦です。ブルゴ選手とティアルグ選手が AP ダメージということもあったアビサルマスクに対してダメージが通りませんでした。その後に入ってくるジェイシズ選手の動きが完璧でした。アルティメット当てた後にアルティメット決めた後に W でノックアップをしっかりと当てて集団戦を勝ちに導いた。
そしてこの後の動きもアルティメットに一緒に乗ることによって弾を破壊しに行ってますから、そして流れるようなローテーション、すでにまだ16分なんですよね。ただその時点で弾が5つ破壊できている、これ相当大きなアドバンテージを獲得できていますね。3分に1本タワーを追っているとここから、フナティックとしてはまだ残っているトップのセカンドタワーを破壊して、そのセカンドタワーが破壊したタイミングでおそらく次のドラゴン破壊している途中にですかね、上がるのでドラゴンの確保に行きたいですね。続いてのドラゴンはクラウドドレイクになります。ただここまでゴールド差、すでに1万ゴールド差近くできているので、ここまでのゴールド差ができているともなれば力押しでタワーを割りに行くことも可能ですね。だから慎重ですね、慎重に視界を取りながら前に出ます。そしてこのジャングルの中の視界の確保ですが、そうですね、ブロックサーが来るのを待ってゆっくりゆっくりと押し上げるような形を取っている。トップレーンに入ってくるんだろうとカオスラテンゲーマーズは予測して、コントロールワード、そして視界のクリアといったところをしっかりと行えてますね。なんとかキャッチしたいという動きに見えますね。すでにエリスがジャングルアイテムが完成している、そしてマジックペネトレーションの靴が魔法貫通の靴が完成しているともなればダメージは十分に取るはずなので、うまくレックレス選手を狙っていきたいですね。いやただもうすでにグループ押し上がりますか。さあトップレーンのセカンドタワーに襲いかかるのはフナティック、そしてボットレーンからソアズがゆっくりゆっくり歩いて寄ってきています。すでにミッドレーンにいる状態。ここは無理をせずに、2つのレーンを押し上げながらの CG になりますね。ここをただバラバラになっているというのもあるので、カオスラテンゲーマーズとしてはキャッチアップのタイミングになります。ただ視界がないことによってその、チリジリになっているというのに気づけるかどうかですね。その情報を与えなくさせたのがこの先ほどまでのこの丁寧な動き。そうですね、ブルーバフに到達するまで気づくことができなかったので何もすることはできませんでしたね。そしてブルーバフを勝ったタイミングでプッシュとしてリコールを始めていたのでフナティックとしては非常に綺麗な動きができています。力押しができるそういう状況にもかかわらず相手に何も渡さない、そういったしっかりとした動きをできていると。ブルーバフの管理も行って、ブルーバフの管理、そしてドレイクの管理も行っていますからね、ここ盤石と言わざるを得ませんね。さあクラウドドレイク獲得はフナティック、続いてはオーシャンです。残り1分でバロンが湧くともなるんですが、すぐに始めることも可能ですね。ただそうするとリスクが、おっとポータルから狙っているのはマンタラヤ、すぐさまフラッシュアウト。素晴らしい判断ですね。あそこをスネアをかかっていれば下手したらキルを取られていた可能性というのも十分にあるので、しっかりとフラッシュアウトすることによってそのリスクを避け、終身後方でのガンクということも十分に可能ですので、まずは落とされなくなかったということになりますね。さあフナティックボットレーンにローテーションをしていたなと思ったら今度はトップレーンに向かいます。左右に揺さぶってますね。この揺さぶっている狙いは何なんでしょう。やはりバロンに対してのプレッシャーでしょうか。ボットレーンでのプレッシャーをかけ、マントレア選手のフラッシュを落とさせることによって集団戦での影響力をまずは少なくする、その後にバロンに対してアクションをかけるためにトップレーンへのローテーションを行い、現在視界を取っている状況ですね。そしてカオスラテンゲーマーとしては視界がなくなってしまいました。先ほど今取っているのはボットレーンに向かっての視界になるんですよね。あとはミッドレーンサイドからややジャングルの中に取れている程度ですね。しっかりと負けている状況ではあるんですが、ワードを置くことはできているので、ここをいや少しずつ詰めてゴールド差を詰めていきたいんですが、それを許しませんね。すごい位置にコントロールワードを置きましたね。いや全て消していきます。視界は取らせないということですね。そして相手をプレッシャーで下がらせてトップのセカンドタワー、
さあそして後ろからやってきたタウントでスローを捕まえているのはソワーズ。そこからさらにボイドラッシュでブロスター一番前に出る英雄降臨で守る判断。その間にタワー獲得はフナティックです。ここトップのセカンドタワー破壊できたとなるとこのままバロンへのローテーションっていうのありますね。いやーこれいやーポータルでお引っ越しだ。ただ2人もねたぞちょっと早かったですね。ソワーズとレックスが中に入れませんでした。ただ入れなくても十分に間に合いますね。さあバロン獲得はフナティックです。ここからテレダブルテレポートということもあるので1-3-1の形を取ってもいいと思います。ただ3-2の形を取るというのも3-0-2のですね、トップレーンとボットレーンを各所3人と2人でプッシュするというのもまた面白い点になりますね。さあ今選択されているチャンピオンだと、まあ、ライズ、このワールズで、まあ、再び姿を現したチャンピオンになるわけですけれども、ビルドオーダー、やはりアビサルマスク、そしてゾニャ、そしてそこからの無駄にでかいロット。そうですね、無駄にでかいロット、おそらくアークエンジェルスタッフになりますね。今はアビサルマスクの後にゾニャの砂時計を積むのが主流みたいですね。このビルドをすることによって隙がなくなるんですよね。 AD に対しても AP に対してのダメージも対して隙がなくなる。そしてワンチャンスのマントレア選手の E フラッシュによる CC チェイン、これができなくなるのがまた厄介なんですよね。さあソワーズテレポートで合流しました。 W を展開しながら時間を作ります。非常に短期さあ俺に夢中発動からスローかを倒しているのはこれはキャップス、さらにはフィックスの体力も大きく削れました。ここはスロー選手がいない。テレポート、いやこれタワーに対してのテレポートなので間に合うか、間に合うか、いやタワー割れてしまった、テレポートできないマンタラヤ。さあマンタラヤテレポートができませんでした。そしてそのままインヒビター獲得にフナティックつながりました。いやースロー選手をキャッチしてからのキルを取るスピード相当速かったですね。ソワーズ選手がタワーを引いていたにもかかわらずほとんど体力が減っていなかった。ここまでタンクになってしまったガリを止めるというのもなかなか難しいですね。さあバロンバフは残り1分20秒ほどです。ここでできればフィックス選手にゴールドを集めてまずはインフィティッチ完成しましたね。ここから先生スロー選手とマントライ選手の E フラッシュ、そしてティアウルフ選手のキャッチアップ能力からまずは1キルといいゲーム時間を伸ばしていくことがカオスラテンゲーミングには求められていますね。そしてキャッチアップを狙っています、レックレスを狙っていますが、コクーンはしっかりとミニオンの中に隠れます。そして逆にそこを狙いに行く、まずはスローにチャーム、そして狙いに行く、当然捕まえたフィックス、そしてそこに英雄降臨、打ち落とした。そしてバックラインを支えていたスローはここでダウンです。そしてフェザーストームをもう一度2人に当てているのはレックレス、そのまま攻め上がっていくのはこれはフナティック、そしてプルゴも捕まえてキャップスのとてつもないダメージからトリプルキル。ワンピワン、いやこのままゲームエンドまでバロンバフがあと24秒ですが十分にありますね。さあいや狙いますね。ゲーム時間24分30秒ですがもうタワーが持ちません。復活時間も今スローが復活はしましたが守りきることはできないでしょう。さあゲーム時間25分になるその前にネクサスを破壊してこのゲーム決めたのはヨーロッパからやってきたフナティック。いやーボットレーンのレベル2でのキルから始まりましたが、僕はその後のブルーバフでの集団戦レベル7、ソワーズ選手がレベル7の時の集団戦なんですが、あそこをソワーズ選手のタウント、そして最後の集団戦を決めたタウント、どちらも3マン4マンに入っているのでソワーズ選手のガリオのセンスといいますか非常に高いものが見られましたね。そしてゲーム前にも話をしました、まあ、グループ C の中で非常に強いだろうという話はしていましたが、それにしてもですねここまで圧倒的だとは思いませんでしたね。
いやーワールドチャンピオンシップワールズにフナティックが帰ってきたなというそういう感じがいたします。そうですね。さあそれでは一度インターバルに入らせていただきます。ゲーム4では香港アティテュード VS1907 フェネルバッチェ e スポーツの試合をお送りいたします。それでは我々は一度失礼いたします。